タンパクの形がおかしくなるということはやっぱり細胞にとっては非常に問題なので、それをなんとか元に戻そうという、恒常性維持機構が働きます。ただしその時には場所によってちゃんと対応を分けていて、どこにその構造異常タンパクが溜まっているかによって対応が分かれていて、例えば小胞体の中に構造異常タンパクが溜まると、それはこの小胞体に存在するシャピロンが増えてくるということですよね。で一方細胞質の方に構造異常タンパクが溜まってくると、今度は HSP70 という細胞質に存在するシャピロンが増えてくるということね。これは全く別問題で、小胞体に異常が生じると小胞体のシャピロンが増えてきて、その時細胞質に異常がなければ別にそこは増えなくてもよいと。で細胞質に小胞体、細胞質に異常タンパクが溜まると細胞質のシャピロンが増えてくるけども、小胞体のシャピロンは増えてこないと、場所に限定した対応をしているというのがこの前の話ですね。分シャピロン HSP70 型のシャピロンはどんなやった、どういうドメイン持ってますか、 HSP70 型。昔異常タンパクを直そうとするんだから、タンパクに結合するドメインがありますよね、当然ね。ここに大きく2つのドメインがあって、ここに結合するタンパクに結合するドメインというのがあります。でもう一つは ヌクレオチドに結合する、この場合ヌクレオチドは ATP、ADP ですね。ヌクレオチドでも GTP、GDP に結合するのもありますけど、この場合は ATP もしくは ADP に結合するヌクレオチド結合ドメインというのがあります。でこれが ATP フォームの時にはこれこう書いておいた方がいいかな、まあこんな感じ。 ATP フォームの時にはこの基質結合ドメインがオープン、割と開いた形になっています。だからまずはこのシャピロンというのは ATP 型で待っていると。ATP 型でこの結合止めを開けた状態で待っている。で、なんか基質のようなタンパクがやってくると、ここの空いているところにはまり込みます。で、はまってくると、ここから次に ATP が ADP に加水分解されると。HSP70 型のシャピロンにはこの2つのドメインがあって、基質が結合するとここに基質がはまり込むと ATP が ADP に加水分解されると。で哺乳類では HSP70 というんですけど、大腸菌の場合は DNAK という名前が付けたんで、まあ、上は DNAK ということも言いますし、次 HSP40 というこれは HSP70 の方が普通のシャピロンですけど、もう一つ高シャピロン、シャピロンと一緒に働く分子というので高シャピロンという言い方をして、これが HSP40 といったり、大腸菌の突起の名前を使って J プロテインと一般に言ったりしています。だからまずオープンの後で待っていて、ここにタンパクがやってくると
ここにはまり込んで、さらに HSP40 の働きで ADP になるか、ここで強く掴む。これクローズなので、掴んだ形になっている。で、掴んでしまうと、だからここで変な相互作用しないようにするということを、いわゆる一般的にタンパク質の疎水性領域というのは水になじまないだけではなくて、こうスティッキーで、ベタベタと張り付きやすい形なんで、こういうところがいろいろ悪さをするね。で、一般的には水の中の環境なので、普通は疎水性領域というのは分子の中に入っていて、水とあまりインタラクションしないようになっているけども、これが、要するにその分子の表面に露出していると、他の疎水性領域と不適切な相互作用してしまって、うまく構造を取れなくなってしまうと。そういうことが起こらないように、この、ここに疎水性領域のものが基本的にこの中にポケットに入って、そこで掴んで変な相互作用しないようにして、で、その後、で、ここで掴みっぱなしはどうにもならないんで、掴んだらしばらくしたらまたタイマーみたいなのが働いて、しばらくしたらまた離します。こっち側に戻る。ですけども、細胞の中で ADP を ATP に変えるというのは、ミトコンドリアの電子伝達系のところでしかできないことで、プロトンの濃度交尾を使って、この水車を回すようにしていくという、あれの時じゃないと ADP を ATP にリン酸化はできないので、これ逆反応じゃなくて、ここは交換反応。エクスチェンジですね。ADP を抜いて ATP を入れるという。リン酸化するんじゃなくて交換するという。まあ大腸菌だったら GRPE という交換子ですね。交換子が働いて、これを元の ATP 型に戻すという。でこういうサイクルを続けるわけです。だから最初、分子の本来はこの組成領域というのは、分子の中に閉じ込められるというべきものなんだけど、それがもし露出していたら、分子の表面にこう組成領域が露出していたら危ないので、チャピロンがこう捕まえて、まずは ATP フォームで捕まえて、握り込んで、何も悪さをしないようにして、それから離すと。で、離したときに、アンフィンゼのドグマっての覚えてますか？どういうやつか。タンパク質の形は何によって決まるかというと、塩基じゃなくてアミノ酸配列よね。アミノ酸配列よね。アミノ酸配列の情報に従って一番自由エネルギーの低い状態に落ち込んでいくと。最初いろんな形を取っていくんだけども、最終的には一番エネルギー的に安定な状態のところに、自然と自発的に形を取っていくんだというのがアンフィンゼドグマですね。それ自身は別に間違いじゃない。今実際スーパーコンピューターが出てきて、K が出てきて、でまた今度はなんかさらにその100倍の能力を持つようなコンピューターも出てくるんで、そういうのをやってくるとやっぱりちゃんとある程度予測できるから、それは正しいんだけども、細胞の中ではなかなか難しいので、こういう分子アペロンがアンフィンゼのドグマが成立するように手助けをしているというですね。これ、まあ、これが一般的にそのタンパク質の高次構造形成、まあ、それぞれのタンパクが機能を果たすためには形がちゃんと良くないと機能を果たせないんで、そのためにこういうサイクルが続いていて、1回で掴み終わってパッと離した瞬間にもうきれいに折りたたまれてしまって、疎水性領域が分子の中に入ってしまえばもうそれ終わりなんだけど、まだ露出、まだ表面に見えてたらまたこのサイクルを繰り返して、悪い差をするところを掴んで離して、掴んで離してという、これが完全に高次構造ができるまでこのサイクルを続けるとですね。この ATP、ADP、また交換というのはこれよくありますよね。この前GTP、GDP でも起こって、
核移送の核の中へタンパク入ってくる時もこういうこの場合は GTP、GDP が作られていて、でこの GTP フォームは GAP という GTPase Activating Protein というので GTP が GDP に変わると。でその後 GEF ってやつね、グアニンヌクレオチドエクスチェンジファクターというのがやってきて GDP を GTP に戻すという、このサイクルいろんな場面で使われているサイクルです。じゃあ小胞体の中にこの HSP70 型の分子シャープロン BIP というのがあります。細胞性の HSP70 というシャープロンがあります。他にどこにありますか？ HSP70 型のシャープロンが存在する領域、場所、もう一箇所どこにあるでしょう？基本的に、講義名というのは狭い穴を通って出てくるときに、その穴が出てきて紐状のものが出てくるので、紐状のものタンパクは組織性領域がこう露出してるわけですね。紐なんだからまだこう折りたたまってないんで、そういうところに狭い穴を通って紐状に出てくるところで待っている。すなわち細胞されたらフリーのリボソンのトンネルを抜けて出てくるときにはまだ形は取ってなくて紐なので、そこで待って結合する。小胞体の場合も膜結合性リボソームで作られて、これがこのタンパクできて穴を通って中に入っている。ここも紐状なので中で待っている。もう一つ紐状で行くとこどこでしょう？核なんかは紐じゃなくていいんだよね。この核膜孔というのはかなりでかい穴だから、もう形を通ってから中に入っていくので、核の中でシャープロンが待っていることはないわけですよ。もうここで細胞質のところできちんと形を取ったものが中に入っていくという。ゴルジュとかはどうする？どうやってタンパクを置く？小胞ですよね。ここは小胞で動くんだから、こういう形で小胞の中に入っていくんだから、小胞もこれ十分な大きさがあるから、ここの中で形を取ってていいわけですよね。ここで形を取ったものがこの小胞の中に入って、この袋に包まれて次へ行くというので、ゴルジュにもシャープロンいらないわけですよ。形を取ったものがやってくる。あともう一個はどこでしょう？これ以外にメジャーなオルガネラは、小胞体ゴルジュ核以外のメジャーなオルガネラはミトコンドリアですよね。さっきのエネルギーを作るところ、ミトコンドリアという ATP 合成するところは、これフリーのリボソームで作られて、ここのやっぱ膜で、タンパクできた膜のチャンネルを通って中に入っていくので、ミトコンドリアの中にも HSP70 型のシャープロンは存在しています。だから3箇所ね。歴史的な経緯で熱をかけるとやっぱり卵が生卵ゆで卵になるようにタンパクの形が崩れるので、まず熱かけると細胞質のタンパク質がまず変性することが多かったので、細胞質の応答をヒートショックレスポンスという言い方をします。歴史的な経緯で熱をかけると細胞質のタンパク質が主にダメになって、でその結果細胞質のシャピロンを増やすというこの質で、ヒートショックレスポンスは一番早くから研究が始まって、そこに仕組みがだいぶいろいろ分かってきました。次に小胞体で、で次に小胞体の中にたなんか形の変なタンパクがたまると小胞体のシャペロンが増えてくるというので、これは UPR アンフォールドプロテインレスポンスというふうな言い方をされる。歴史的な経緯です。ただこれだとどこにタンパクが溜まってるか、どこに異常体が溜まってるかわからないから、その場所として良くないという話があって、 ER ストレスレスポンス、小胞体にストレスがかかって ER ストレスレスポンスと言ったり、
UPRER とか、まあ、いろんな言い方がされてはいたりします。でまあ、この招待するオートというのはいろいろ非常に面白い仕組みとしても面白くていろいろ深みもあったんでこれだんだん研究は進んでいったんですけど、最後ミトコンダにも HSP70 があるんだらやっぱりミトコンダにもそのオートがあってもいいだろうと思っていろんな人がいろいろ探していて、これなかなか厄介なんですけど、まあ、最近少し分かるようになってきてやっぱりミトコンダにも構造上タンパクに対の蓄積に対する応答があって、これは UPR ミトコンドリアタイプというような形で少し分かりだしたけど、なんとなくまだあまりこうだという感じはなくて、まあ、いろんな説がいろいろ出てきているという感じですね。ということでこれからはこの小胞体ストレス応答アンフルプロテインレスポンスの仕組みを解明していきましょうということになります。さあこういう現象が起こったら、ただ小胞体の中に構造異常タンパクが溜まったら小胞体ストレス応答 UPR というのが起こると、次何しますか。この仕組みを解明したいと思ったら何しますか。これまでの細胞内上発進学の歴史を思い出してもらうと、低酸素応答とかコレステロール枯渇応答の解析は何から始まる。そのためには何が必要、何が分かるといい。そうですね、まずは視差率ですよね。ここは転写誘導機構です。転写誘導機構でここになんか情報が伝わるとシャペロンの遺伝子の転写が上がると、そのためにはまずはプロモーターに存在する視差率を決めると。小胞体シャペロンの遺伝子の上流は基本的にターターボックスのが存在すると、でその近くのどっかに転写誘導に関わる視差率が存在するというふうに考えられるわけです。視差率の決め方は分かりますか。どうやってやるか、その前に、で思われるというのは どこから来ますか。まずここだと思わないとそれできないですよね。どこがそれか手当たり次第にやるのは大変ですよね。だから大幅まずは絞り込みせなあかんですよね。分かってます。まずはこの視差列はターターは向きがちゃんと決まっていて、この転写される遺伝子の上流側ゴダッシュ側にあると、で TATA でひっくり返しても方向性があるので A の下流から転写が始まるという決まりがあるけど、視差列は DNA がぐにゃっと曲がることができるので割と遠くにあっても大丈夫ですし、三出し側にあっても大丈夫ですね。ターターは三出し側にあったらダメ。三出し側にあったらその三出し側の遺伝子の方に働きかけるんで、これは必ず五出し側に存在すると。ただシスはどっちでもいいので、五出し側でも三出し側でもいいので、まずは五出し側にあるか三出し側にあるかを決めると。まあ大抵の場合は五出し側なんですけどね。一番最初の低酸素応答の時にはかなり例外的に三出し側にあった。まあ丁寧にやろうと思えば五出し側にありますか三出し側にありますかというのをやって、で大体どの辺でしょうという時にはまあある程度の大きさを取って結出していけばよかったですね。ずっと削っていってどこまでこの辺こうやってどこまで削っていくとこの応答がなくなるかを調べればよかったですね。だから結出変異。結出変異体を作成してどこにあるかを決めると。
で、さらにさっき言ってくれたら、だいたいこの辺りと分かったら、そこを置換変異で変えていくんですよね。ですね。で、だいたいこの辺りで決めて、それどこが一番大事かというのを決めていくというのをやる。それが、まあ、置換変異ですね。そうすると決まって、この場合は、このシャピロのプロモーターのちょっと上流に、これ CAGC-GTG という、これやっぱ少しパリンドロミックな配列ですよね。パリンドロミックな配列に少し一つスペーサーという一塩基挿入が入っていると、こんなのがこの配列だということが分かって、ここはもう割とまあ丁寧にやれば分かっていく。結集させて大体この辺りで、その後領域を絞り込んだら置換変異を入れて大事なところを探してくるというのがいくんで、これができたら次は、この子細列に結合するトランス因子を同定すると。ですね。この子子配列に結合して転写を実行するトランス因子。転写因子を同定するという作業が始まります。で、トランス因子を取るにはどうしますか？どうやったら取れる？まず子細列に結合するタンパク質があるかどうかは何で調べる？そうね、何法って言うやつだった？何法？圧生法はシフトするよね。どこでシフトするかというと、電気移動のゲル上でシフトするね。だからゲルシフト法という、この子細列に放射線でちょっと標識を付け加えておいて、核磁中性器と混ぜてゲル上でバンドがシフトするかどうかで、そのタンパクに結合するもの、その子細列に結合するものがあるかどうかを調べると。この子細列にまあちょっと放射線標識をしといて、目印をつけて核抽出液と混ぜて結合したらバンドがシフトするんですよね。普通 DNA はちっちゃいものしか使わないけども、タンパクが結合すると分子量がの見かけの分子量が大きくなって上にバンドがシフトする、ゲルシフト。で、これで、あることが分かったら、次何します？生成するよね。ここから、ゲルシフトで分かったら、生成して、でも今さ、皆さんの時代なら、なんかある程度生成してきて、電気をかけて銀染色とかいう少ないタンパクでも染めてみて、なんかバンドが見えさえすればそこを切り出して質量分析にかけると、まああっという間に2週間もあればどんなタンパクですよって言ってくれる時代ですよね。だからまあある程度の頑張って低温で生成して、で電気をかけて、でなんかこういうふうになんかバンドが見える状態になったら、そこを切り出して質量分析にかければ今はすぐどんなものか分かるという時代なんですけど、我々の時代はまだこれやってた90年代はこんな質量分析なんかでは全然なかったし、その当時はエドマン分解といって、
アミノ酸がずっと N マッタンからつながっていたら、化学エドマンド氏が見つけた化学反応で1個目のアミノ酸を外してやると。で、外れたこの丸がどういうアミノ酸、20個のうちのどのアミノ酸かを調べるというので、順番にこのアミノ酸配列を決めていくという方法が、あって、で、我々の時代のもう一つ前の時代はこれ手作業でやってた。いちいち江戸前文化かけてアミノ酸外して、外れたアミノ酸が何か自分で調べるというのをやってたのが我々もうちょっと前の代で、我々がやってた90年代になると機械があって、自動でこの反応してくれて、反応で出てきたものを自動でこの調べてくれて、どのアミノ酸ですよって言ってくれるような、アミノ酸シーケンサー、今 DNA シーケンサーというのは普通に聞くけど、アミノ酸のシーケンサーというのがあったんですよ。で、それでこれをやればいいんだけども、このエドマン分解の欠点は、もしこれが混じり物があったら、混じり物があった時には2種類のものがこの生成品に入って、ここなんか3本のバンド出てますよね、3本のバンド出てるけども電気経路で分けることができるというようなことなんで、ここ混じり物だったら1回の反応で2つのアミノ酸が出てきてしまうとですね。で、2回目やったらまた2つ出てくるから、もうそれだけで組み合わせとしては4通りになってしまいますよね。だからなかなかこの綺麗なものを取らない限りアミノ酸配列は決まらなかった。例えば純度が 90% ぐらいはないと、どんなアミノ酸がどういう順番でつながっているかは分からないという状態です。というので、これを、まあ普通王道はなんかこの子細率が決まったらタンパク生成してくると言うんだけど、こっから先がなかなか当時はまだ難しかった。だからそう言ったように、ブラウンとゴーズさんとかなんかのようでは、500リッターのヒーラ細胞の場合から取りましたよね。で、6マイクログラムのものが取れて、まあ純度が良かったからアミノ酸決まったんだろうけど、ものすごい量をやらなあかんというのもあったり、狭いところで、寒いところで、タンパクが壊れないようにしないといけないんで、その辺もなかなか大変だった。だから、これも王道だけど、困難を伴うわけですよ。ので、こういう、このタンパクを生成するというのはいわゆる生化学的手法というやつで、まあ頑張ればいつかできる、500リッターでも1トンでもやればいつかできるかもしれない。で、もう一つは手法は、生化学的に何かものを同定すると以外に、やり方としてはあと何がある、遺伝学的なやつですね。だからもう一つ、遺伝学的手法という。だから自分の興味ある生命現象、この場合だったら小補体する相当ということになりますけど、それを起こすことができないような変異株を取ると。変異株や。ここは中身丸ごとブラックボックスですけど、とにかく自分が調べたいもの、研究したいものを対象にして、その生命現象を起こすことができないような変異体を取ると。
じゃあこれ正体相当が起こっているかどうかは何を調べれば分かりますか。正体相当が起こると最終的なアウトプットは正体相当が起こるとここにあるようにシャピロンが増えるんですよね。ですね。シャピロン。正体相当が起こると正体シャピロンの量が増えるという。だからこのミュ変異体というのは正体異常タンパクがたまってもシャピロンを増やせないようなミュータントということになりますよね。じゃあ正体シャピロンの量はどうやって測りますか。普通は実験的にはタンパクの量を測るのは電気として、まだ変異体はない、変異体はない、まだ変異体はない。だから例えばまだ普通の細胞だったら小体に異常タンパクがたまるとシャピロンが増えるんですよね。ここはノーザンブロットですよね。これ RNA を見ています。シャピロンのメッセンジャーの RNA を見ていると。シャピロンのタンパクを見るのはノーザンじゃなくてウエスタンブロットですね。タンパクの中性器を作って SDS と一緒に混ぜて変性させて電気移動した後に膜に移して抗体と反応させるという、ウエスタンブロットですね。でもこれウエスタンブロット やりましたよね。実習やったんですよね。でやっぱり一個一個変異体のから中性器をタンパクの中性器を取ってきて電気移動して抗体と反応させて手間かかりますよね。でこの場合生命現象を起こせないのはたまたまその目的の遺伝子に傷がついたためにこの現象が起こらないということを偶然を期待するので確率悪いですよね。どっかがもう狙いがあるわけなくて、どの遺伝子がこの応答に関わっているかは分からないので、やっぱランダムに変異を加える。ゲノムにランダムに変異を導入して、その中から目的の興味ある生命現象を起こすことができない変異株を探してくるという作業なので、手当たり次第変異をかけているん でその中からどっか絞り込まなあかんと。そうするとやっぱ満単位 酵母を探さないと。で満単位のウエスタンするってとんでもなくできないでしょ。それで1万ウエスタンしようと思ったらそれだけでどんだけかけるかわからないと。それ効率が悪くて、そんなことやってたんじゃなかなか研究進まないんで、まあ、中にはそういうのを実際見たことはありますけどね、何千個かの酵母をウエスタンで探して変異体を探す論文は見たことあるけども、それはなかなか難しいんで、小胞体シャピロンの量を他の形で調べられないか、もっと簡単に調べられないかという時に使うのは、ね、ここシスアリザタータボックスの特徴は後ろの遺伝子を転写が起こるときにはこの遺伝子の情報を読み取っているわけではなくて、ただこの下流にあるものの転写を実行するということなので、
このプロモーターというのは別の遺伝子に移し替えることもできると。だからこのトランス因子というのが活性化すると、シャペロンのプロモーターに存在する示唆列にも結合して転写を実行する。今度新しく付け加えたベータガルスターゼのプロモーターに存在する示唆列にも結合して転写を上げることができると。という形ですね。でこういうこれいわゆるレポーター遺伝子です。シャペロンの量というのはすぐにはわからないけど、その量をレポートしてくれるような、もっと簡単にレポートしてくれるようなレポーター遺伝子を使うと。でこのレポーター遺伝子を組み込んだ酵母を寒天培地で生やすと。というとこの寒天培地に X ギャルという試薬を入れておくと。X はこの長い名前、すごい化合物名ではすごい長いんで面倒くさいから X と略してるだけで、 X ギャルという試薬を入れておくと、これは無色なんで、で X ギャルがこう増えてきた β ガラクタージによって加水分化を受けると X とギャルに分かれると。普通はだから小補体ストレスをかけると β シャペロンが増えると同時に β ガラクタージも増えてきます。その結果増えた β ガラクタージがX ギャルを加水分解します。その結果 X が蓄積してくるのでコロニーは青色になると。というこれで、だ青潮だったらもう見ただけで分かるので何万個でも見れるでしょうと。ウェスタンで測ろう思ったらさ、とても大変だけど、目で見て 青いかで、もしランダムに変異が入って、入れるんだけども、この小体相当の遺伝子に傷がつけば、それはシャペロンも増やすことができない、ベータグロシダーゼも増やすことができないので、その酵母ではベータグロシダーゼが少ないままだからまだほぼ白い青くならないという青白の選択ができると。単純なブルーホワイトの選択ができたと。で、まあ、じゃあ、この仕組みができたから、小体相続起これば青くなると。で、うまくいかなかったら青くならないだろうという期待。その時はまだミュータントないんで、青くならないだろうという期待のもとにやっていて。で、ランダムに変異を導入するのはどの程度かというと、大体半分の酵母が死ぬぐらいというのがちょうどいいというのは経験的に言われていて、昔から遺伝学やられたんで、半分ぐらいの酵母が死ぬぐらいというと、大体平均して1個の酵母に一つの変異が入っているというのぐらいのところから選んでいくという形でした。で、大角先生もこの酵母の遺伝学を使ってオートファジーの遺伝子を探されたんですけど、いくら探したんですかって直接要聞かんかったんやけど、2年前にノーベル賞取られていっぱい新聞報道があったから、それを丁寧に読んでると3万8千個を調べたと。で3万8000個、それはもうかなりこれに近いんだけど、本当オートファジーっていうのは顕微鏡で見ながら観察したんで、顕微鏡でオートファジーという生命現象が起こっているかどうかを見るという、その下にいた女性の人が丁寧にやったらしいんですけど、一個一個まずランダムに変異を加えていって、でその後窒素飢餓という飢餓条件にして膜がダイナミックに動くというところで、本当にその動きがなくなるかどうかというのを目で見て3万8千個をスクリーニングして14個の遺伝子が取れたという話があったんですけど、私自身は
まあこれうまくいけば研究者としていけるだろうと思ったので、まあなるべく頑張ろうと10万個見ることにして、うまくこれ頃にこんなふうに書いて、うまくきれいに巻くとですね、小さい頃にで良いので、うまく巻くとこの一つのシャーレに、200個ぐらいコロニーが作らせれるんですよ。うまくきれいに分散させると、そうすると200個かける、それをいっぺんに100枚巻くと2万個確保できるわけで、それを5回繰り返せば10万個を見ることができるという、まあ、そういう、まあ、単純な肉体労働ですけど、でも10万個でもこれ巻くのは大変だけど、巻くのがずっと手作業でずっと、プレートも自分で作らなきゃなくて、でこの青くするためには pH がとても大事で、そのためにバッファーも入れなきゃ、ただ普通 の寒天灰作ってたんじゃうまく青くならないので、なんかいろんな試薬を入れるの、 X ギャルも入れ忘れたらアウトだし、その pH を合わせるためのバッファーを入れないとアウトだから、当時いたテクニシャンはおばあちゃんだったから間違えられたら終わりだと思って、もう自分でいや作りましたけどね、プレート1000枚ぐらいは。でもこれ青潮だから、まあ、あとはもう巻くのは大変だけど、あとはもう見ればいいので、見れた中で青いの中から白っぽい、あまり青くなってないようなのを探してくるというのをやって、これが100個ぐらい、10万の中から100個ぐらい、これはもう目で見てやるだけでできるので100個調べましたという、100個なんかあんまり青くなってないなというのが分かったものが取れたと。あとはここで1000個測ろうと思ったらちょっと大変だけど、100個ぐらいやったらまあちょっと測ろうかなと、実際ベータグラスアーゼ活性測ったらどうかなと、そういうのでやれるわけですよね。でやってみたのがここにある、これこうこの小補体ストレスかけると青くなって、うまく青くならない、小補体相当が起こらないのは白いままであるというようなので、こういうのが100個取れたんで測ってみると、この23度が普通の培養で、23度だとベータグラスアーゼは別に、3時間ぐらい置いても何もないんだけども、この上側にあるのは小補体ストレスを起こす条件です。小補体ストレスを起こすとシャペロンが増えると同時にベータグラキシダーゼが増えてくる、そうすると酵母の中のベータグラキシダーゼの活性もこんなふうに上がってくるという、こういうのが普通、これが野生型、シャペロンが増えると同時にベータグラキシダーゼが誘導されて酵素活性が高まっていくという、これベータグラキシダーゼが転写誘導されているのがここで分かる、普通の酵母では。ところがこれやってみると、3個だけこっちのパターンになったと。23度でこのはこういう活性だけど、こういろんな小補体ストレスを起こす条件でもほとんど増えない、ほとんどベータグラキシダーゼが増えないというのが取れました。これはまた期待通りですね。小補体数をかけているような作業をするんだけど、ベータグラキシダーゼが全く増えない。で、多分それはシャペラも増えてないんだろうというのが出てきて、まあ、具体的にはここにもっとその3つを調べたのがここなんですけど、野生がこれはまたノーザンブロットです。ノーザンブロットで RNA を見ていて、野生型だと。この小補体ストレスを加える条件にすると、これいろんなシャピロンのノーザンブロットをやっていて、ちゃんときれいにこうシャピロンが増えて、ベータガラキシダーゼも増えています。ベータガラキシダーゼのメッセンジャーが増えている、その時に同時にシャピロンも増えている、同じ子細を使っているんでいろんなシャピロンが同時に増えていっている、その時このレポーターもちゃんと増えている。でもこのミュータントでは全く増えてないですよね。
招待セロトをかけてもシャペロンも増えてないしベータガロキシナーゼも増えてないと。だからレポーターはまさしくレポーターで、シャペロンが増えるときにはレポーターも増えているし、シャペロンが増えないときはレポーターも増えないという、シャペロン量をちゃんとレポートしてくれているという。じゃあ残り97個何だったでしょうというと、まあ基本的にはフォールスポジティブといって、本当は青いんだけど期待を込めてちょっと取っていたというの、逃したら困るから、やっぱりちょっとでも薄いものがあったらやっぱり取っとかないと、それが本当も本物だったら困るので、やっぱ割と緩めに取ったから、本当は偽物だった、本当は綺麗な青になったんだけどちょっと期待をしすぎて白に感情したというのがフォールスポジティブですね。もう一つな、どんなものがあったら、どんなことがあったら、他のこれが大部分、これが大部分だったんだけども、10個やそこらは遺伝子にやっぱりどっか何かの遺伝子に傷がついて白っぽくなってたと。何に傷ついたら、どの遺伝子が変異を持ったらこういう白っぽくなるでしょう。招待相当以外。何がおかしくなったら白っぽく見えるでしょ。ストレス応答は起こるよね。だからそれは偽物なんで、小胞体のストレス応答はちゃんと起こる。起こってるんだけど見かけ上白っぽいとなると、あ、それはもちろんそういうのもありますね。それも、ベータグロシナーゼの遺伝子に傷がついた。で、これがうまく酵素活性出ない。それだともう全く白い感じになるよね。それもあり得るんだけど、私がなったにはそういうのは多分なかった。ベータグサーゼじゃなくて、ベータグサーゼが増えるんだけども、増える、何倍か増えるのは確かなんだけど、基本転写因子のところにちょっと変異が生じると、ベースの発現が下がるという。普通 1だったのが10になると。で、青くなると。というのを見てるときに、これが 0.5 になったら、10倍上がっても5になりますよね。10だったものが5になるから、見かけ上白っぽく見えるというのがあり得て、基本転写がどうもおかしくなった。このベースの0時間の時の値が半分以下になっていれば、誘導かかっても見かけ上は少ないんですよね。というようなのがあって。で、まあ3個であったけども UPR の変化が取れましたと。だからこれをここから遺伝子に行くにはどうする？ここから遺伝子だね。どの遺伝子に傷がついているか。今なら次世代シーケンサーみたいな片っ端から全部シーケンするっていうのも今ならありだけど、その当時はまあできなくて、こう、なんか、小胞体スロートに関係する遺伝子に傷がついてるんですよ。そのために、小胞体スロートを起こすことができないんですよ。で、それは、どの遺伝子でしょうというのを探すには、どれだかわからないので、やっぱり片っ端から入れていくしかないんですよね。なので、これに、ライブラリ、遺伝子のライブラリを入れると、図書館内にいろんな遺伝子が全て網羅しているようなものを入れていって、相補する相補実験と相補う、元のここで結出している変異を今なら酵母が6000個ぐらいの遺伝子と分かってるんで、まあ、6000個一個一個やってもいいんだけども、それも大変だから、ライブラリって6000個の遺伝子を全て網羅してるようなライブラリ入れて、でそれで形質転換すると。
ケース転換するしたら、またケース、そのライブラリーが入ったらコロニーができるような工夫をしておいて、このライブラリーの DNA ベクターが入るとコロニーができるという細工はできてですね、今までは作れなかったアミノ酸を作れるようになるというようなことをやれば、入ったらコロニーができるというようなことはできます、簡単に。ライブラリー入らなかったものは全部死んでしまうと。ライブラリーが入ったものだけ生き残れるというふうにすると、次の選択が楽なんで、ここもものすごい数のものを使って、なかなかこう、ケース転換といってもなかなか入らないので、無理やり入れてるから、大抵一つの酵母に一個しかベクターは入らないというような形にして、でも入ったものだけが生き残るようにしてやるということです。で、この場合は、もともと小胞体性応答ができないので、ここに小胞体ストレスをかけても、ベータガラクシダーゼは増えてきませんから、白いままですよね。白いままなんだけど、ここに変異が入っている遺伝子を相補するような遺伝子がたまたま入れば、再び小胞体性相当を起こすことができるようになるので、ここからまた青色になると。小胞体相当が復活することによって、青色のコロニーを探していけばよいと。ということで、この上の肉体労働、ここは完全に肉体労働なんで、半年ほど頑張ってやれば、100個に絞り込んで、そこからこうして3つと、ここが大体半年ぐらいかかって、で、ここから先、ここのライブラを入れるところがなかなか難しくて、いっぺんに入れないといけないから、たまたまこう、一部しか入らなかったら、全体見えないので、全部の DNA をほとんど入るような条件を探すのは結構難しかったので、ここまで半年かかったんですけど、1個きれいなお色をしているものが見つかって、あ、これそうかなと思っていくと、ここから DNA ベクターを取り出すことができます。で、で、酵母の場合はこれケース転換するけども、染色体の中には組み込まれない、ちゃんと環状 DNA として存在して、ゲノムの DNA とははるかに小さい環状 DNA としてそのまま入れていることができるので、他のゲノムとは区別することができて、 DNA ベクターを取ることができます。で、もうベクターが取れたら、もうあと DNA の塩基配列決めるんですね。三画法で DNA 神経質をやって、何がどんなものが入っていたかを調べることができると。で、これがその双方実験なんですけど、これはここウエスタンです。このビップとかで、さっきここはノーザンブロットですけど、ビップと書いたウエスタンで見ると、野生型の酵母にストレスをかけるとシャペロンが増えてますよね。シャペロンがきれいに増えていると。ところが、この変異株ではストレスをかけてもほとんど増えないと。でも、一番右、この双方する。双方がうまくできた酵母では、また再びシャペロンが増えていっているとですね。これが双方実験ですね。もとも、小胞体性応答ができなくなっていた酵母に傷ついた遺伝子が加わって、また再び双方されたらシャペロンを増やすことができるようになった。すなわち青色が復活すると。で、この変異体を使えば、小胞体相当が酵母にとって重要かどうかというのが分かってきて、酵母だと、酵母には必須遺伝子というのと、非必須遺伝子というのが2つある。で、この前、この分泌経路の話をしました。シェックマンという博士が、分泌経路がおかしくなったミュータントを取って、その酵母遺伝学を使って、分泌経路にどんな遺伝子が関わっているかを明らかにしていったというときに、この分泌経路なんて、このライフ生命維持装置だから、それがミューテーションにかかると、普通の生命活動も行えなくて死んでしまうと。ので、この時は温度感受性変異株というのを使ったんですよね。低温だったらまだなんとか生きていける。でも高温すると形が崩れてしまって表現器が出るという温度感受性変異株を作り
を使ったんですけども、この場合は私はこの時はまだもういきなり最初だったんで、その温度感性変異株まではいかなかった、もう普通の温度でも生きていけるようなものを取ったら、なので非皮質遺伝子だったんです。だからこの遺伝子ちゃんとなくしても、これ完全この三角はディリーションの意味でよく使うんですね。三角はこれは全くない、この遺伝子がある名前です、 IR の遺伝子がない酵母なんですが、生きていけるんです。実験できるということは生きていけるということ、温度感じて変異株じゃなくても生きていける。だから非必須遺伝子ですね。これは普通の生存には必須じゃないという遺伝子なんですけど、面白いことにこれストレスをかけた後どんだけ生き残っているかを調べた生存率ですね。ここのグラフは招待ストレスを加えた時の生存率を調べたもの。でこれ見てみると、この黒丸と×っていうの記号はここと対応していて、シャピロンを増やせるもともとの普通の酵母と相互してシャピロンを増やせるようになった酵母はここになっているので、ストレスをかけても少なくても12時間ぐらいはほぼ生き延びている。ほぼ 100% に近い形でストレスがあっても耐え忍ぶことができると。異常タンパクがたまってもシャピロンを増やせばなんとか悪さをしないように抑え込むことができて生存率を維持できていますけど、この白丸抜けた丸の方だと、このシャピロンを全く増やせないような変異株では急速に生存率が下がっていて、4時間もすると0.1% ぐらいになってるかな。ということで、シャピロンを増やせると異常タンパクがたまってもなんとか悪さをしないように抑え込むことができるけども、シャピロンを増やせないとこれの異常タンパクが暴れ回って細胞を殺してしまうという。だから普通の温度では、普通の条件では必須なんだけども、ストレス条件下で生き残るためには必須であるということも分かったわけです。じゃあ小補体相当が成立するためにはどんな遺伝子が必要でしょう。もちろんここに聞いたトランス遺伝子が必要ですよね。転写誘導強なんだから、ここの子細列に結合して転写を実行するものが必要であると。それ以外にうん、なんか異常タンパクができたことを感知するセンサーも必要だろうと思われるんですね。でさらに小胞体での出来事が核まで伝わるんで、その間が何か伝わるということで、3つぐらいのなんか遺伝子が取れる可能性が考えられたね。このスクリーニングするときに、まあ、最初はなんか転写因子も取りたいんだけども、転写因子だけじゃなくて他の因子も取れる。ここはもう全くブラックボックスなのから何が取れてくるかは分からないですね。転写因子を狙って取るわけじゃないんで、転写因子を狙って取りたかったらもう生成していく、当時はするしかなかったんですけど、ここの他の分子も取れる可能性をして、何でもいいから取りたいと、何か一個取れたら何かこの分野のことがよく分かるようになるんじゃないかという期待のもとにやるんです。で取れたものが何であるかをするには、シーケンシングをして塩基配列が決まって、で塩基配列を翻訳するとアミノ酸配列が決まりますよね。そこはもう自動的にできますよね。そこからこの前もやったけど、タンパク、そのタンパクが何してるかはホモロジーサーチするんですよね。シーケンシングをして、シーケンシングをして塩基配列を決めて、アミノ酸配列を決めて、でホモロジーサーチをしますと。で例えばコレステロール枯渇応答なんかの時は質量分析かけてものを調べてみると、それはベーシックヘリックスループヘリックスロイシンジッパーがというドメインを持っていたということが分かったら、あこれは転写因子だと分かるんですね。 DNA 結合ドメインがあって二量体化ドメインがあるんで、これはきっと転写因子だろうという当たりがつくんですけど、この場合はこういうのが
なかったんですね。やってみるとプロテインキナーゼドメインというのが出てきたと。ホモロジーサーチ以外にもう一個情報を取るのは何でしょう。なんかタンパク見せたときにもう一個情報を取る、場所に関する情報を取るには何をしますか。これはホモロジーサーチは機能を探すよね。なんかのドメインを持っていたらそのドメインがの効果が出るような働きをしているだろうと。だからなんかタンパクリン酸化酵素なんでリン酸化によって情報を伝えてるんだろうということは分かるんですね。じゃあどこにいるかは、細胞の中のどこにいるかはどうやって知りますか。小胞体か分泌系、小胞体ゴロジ細胞膜とか行くのには何が必要だった。シグナル配列ね。シグナル配列はどんな性質を持ってた。疎水性ですよね。だからもう一つやるもの、ホモロジーサーチともう一つあるのは疎水性をチェックするハイドロパシープロットっていう。ホモロジーサーチは機能を推定するものです。ハイドロパシープロットというのは疎水性の領域を検索することで存在する場所とか様式とかが分かるという。この2つはなんか遺伝子取ったらもうすぐにやらないとということですね。これでシグナル配列を持っていたり疎水性のものを持っていたらなんか分泌系も行くだろうと。それがなかったら細胞質にいるかな、核の中にひょっとしたら行くかな、あるいはミトコンドリア系のシグナルを持っていたらミトコンドリア系かもしれないと。だからどこの場所で働きそうかという推定は必要ですね、まずは。でこの場合調べてみたらこんなふうに疎水性領域が2箇所にありました。ここの N 末端と真ん中辺にもありました。その真ん中辺の後ろにプロテインキナーゼドメインがありました。これどんな格好になるでしょう。膜貫通ですね。でこれシグナル配列ですね。シグナル配列なのでこれは小胞体の方に行くだろうということが分かって、このシグナル配列されて小体の中に入るんだけども、入っていってる途中に疎水性領域が出てくるとそこで止まって横に向きに動く。普通はチャンネルをずっとつなげていくんだけども、ここずっとチャンネルの中、ここから先ずっと中に入っていくんだけども、入っていってる途中に疎水性の領域が出てくると膜と馴染んじゃうので、もうそこから先へ突き抜けない。で側方拡散、横向きに行くので、これは一回膜貫通型タンパク質ですね。疎水シグナル配列は使い終わったら切られちゃうんで、もうなくなりますよね。でずっと中に突き入っていって、この膜貫通領域のところで止まって側方拡散するから、こういうこれ N 末端が中に入る、C 末端が外に残る、そういう存在様式を示す。なのでこれは IR1 という名前なんですけど、これは転写因子じゃなくて、こういうドメイン DNA 結合ドメイン持ってなくて、タンパク質リン酸酵素を持っているし、小胞体膜を貫きそうな格好をしているので、多分これはセンサーとして機能しているだろうと。いう推定ができるんですね。ということで。だからまあこれは推定だから、この後実際の論文性から証明はせなあかんですよ。実際にこう小体膜を貫いている証明も必要ですし。から、このタンパク質リン酸化酵素がこの機能に重要であるということも証明はするんだけど、その前に全ての情報を取っておいて、どの方向で行くかを決めておくと。と、その先が楽になる。手当たり次第にやってたんじゃよくわからない。どこに行くかわからなくなってしまうので、まずこういうことを必ずやって、これはセンサーとして機能してるんだろうという推定を立てて、それから実験に入っていくということですよね。何か質問ありますか。ちょうど時間。あ、TM っていうのは、ツミカンマイシンというのは、お薬で、糖鎖がつかなくするお薬になる。
このセック53っていうのは糖鎖がつかなくなるという話をしましたね。これ遺伝子的な変異で糖鎖がつかなくなるものなんですけども、これもこの石膏を使っているので30度になるとこの糖鎖がつかなくて異常タンパクがたまって小体スロートが起こるんですけど、釣りかましているのは薬として糖鎖がつかなくなるんです。やっぱりタンパクの形をおかしくする、そういうのツニカマイシンというんです。ツニカマイシンという抗生物質崩れなんですけど、作用はちょっとなかなか面倒くさいから、もう糖鎖がつかなくなってタンパクの形がおかしくなるというふうに思ってください。他はいいですか？大丈夫ですか？じゃあ今日は終わりましょう。